こんにちは、剣道まっしぐらです。さあ、始まりまして、アップルウォッチ買いました。あっす。先日街を歩いていたら声をかけられましてね、剣道まっしぐらのまんざらでもねえさんですよねって言われて、あ、はいっつって、いつも見てますって言ってくれました。言ってくれた人、あざーす。さて、今日から新企画に入りたいと思います。さあ、今回はどんな企画なんでしょう。ぜひともお楽しみに。それではコメントの方を読んでいきたいと思います。皆さん、とてもいい表情されてますね。少年剣道道場訪問を行うみたいですね。うちの剣士会にも来てくれたら最高です。さあ、果たしてね、僕らも行けるのか。いけたらいいっすね。よし。もらい泣き、いやいや花粉で涙ぐんだのでは。これは本人も謎のままです。警視庁対決の対象戦の赤白の名前が逆ですよ。え、嘘？え、本当に？え、本当に？本当に？失礼しました。え、本当に？え、嘘でしょ？え、結構調べたけどね。本当に？はい、ということで、コメントありがとうございます。いつもコメントありがとうございます。さあ、それでは、新しいとこ入ってきますので、最後までぜひとも見てください。個人的にはすごい楽しい回になっております。ではどうぞ。剣のまっしぐら。おお、おはようございます。剣道まっしぐらでございます。いらっしゃい。朝8時でございます。いやー、もう非常にね、通勤時間に、剣道まっしぐらを久しぶりですね、この時間帯の剣道まっしぐらというか。あれ、今回は2人ですか？今日はなんかどうやらね、今は2人みたいですよ。え、どういうことですか？今は2人、もう遅れてあかりちゃん。え、遅れてあかりちゃん。遅刻ですか？あかりちゃんね、売れっ子なったな。もうね、ずっと LINE がごめんなさい、やつは遅刻か。マップでは17分なんです。もう声が聞こえる。ごめんなさい。さあ、というわけで、はい、今日はですね、桶川市というところに来てるんですけども、はい、桶川市のどこに行くのか、はい、知ってますか？知らないです。あれ、はい、え、知らない？はい、いやいやいや、これはね、ちゃんとリーダーだったらちゃんと把握してるよ。じゃあちゃんと言ってくださいよ。知らない。知らねえのかよ。知らねえのかよ。ちょっと覚えてないですね。どこ行くんですか？桶川県遊会に。あ、桶川県遊会まんま。把握しとけ。まんまだから把握しとけ。覚えやすいね。覚えやすい、はい。あれ、喋ろうと思ったら全然喋れない。あれ、来たぞ。来たぞ。大御所来たぞ。ちゃん来たよ。真っ赤で来たよ。向こういい荷物で。おはようございます。おはようございます。大変申し訳ございません。いやいや、ちょっと真ん中の方に来て。おはよう。おはようございます。赤ちゃん来ました。お疲れ様です。どうしたんですか？渋滞？車がちょっと落ちて。ああ、渋滞ではないですか？渋滞ではない。あ、でもちょっとだけ混んでたけど、そんなに渋滞ではない。渋滞ではない。車が遅れた。あ、別にこれ攻めてるわけじゃないよ。じゃあ、ちなみになんですけども、今日、今桶川市に来ておりますけども、桶川市、これからどこへ行くんですか？今日は子供と遊べます。子供と遊べる。ざっくりしてね。ざっくりするよ。本当に楽しみ。なんていう道場ですか？道場？名前ビシッと言ってくださいよ。桶川です。じゃあ、それは市の名前ですからね。道場の名前はこれビシッと。我々はもうしっかり。桶川剣道少年団とか。少年だ、少年だ。でも今日子供がいっぱいいるんだよ。そう初めてじゃない？子供と一緒に。子供好きですか？初めて、大好き。朝であれ送るよ、動画。あのね、子供の、昨日ね、なんか空手の子供の動画があるの。めっちゃ可愛いの。俺はいつでもいいや。もう本当後日でもいいみたいだけど、俺はすぐ送って。気になるから。ね、行こうよ、もう早く。そうだ、誰が言ってんだよ。誰が言ってんだ。あなた待ちらしい。あなた待ちらしいですからね。それでは、桶川県遊会、我々まっしぐらで、
稽古参加させていただきます。いきますよ、いくぞー。おーおお願いします。お願いします。こっから何分だ。10分。あ、近っ。ベルトができない。何がベルトができない。ベルトできないの。うん、こっちだよ。あんまいないよな、ベルトできない。やってるよ、ほら。これでコメント欄が、え、仲いいねって。お兄ちゃんじゃなくなったのかなって言われる。ベルちゃんのなんかその言い方が彼女みたいみたいな感じで言うんだろうな、バイキングの時って。花より団子みたいな。え、花より団子みたいな。花より団子みたいな。え、花より団子見てたあれ、ね、あれ、あれなの、あのさ、しずる、しずるだけ。しずる、うん、しずる派。もうしずる派。あとはなくて、あー、ね、お姉ちゃんだっけ。あ、じゃないわ、あの、どういう、あと結婚したくて、婚姻したくて。もうあの子大好き。俺だから、花より団子好きすぎて、うん、で、あのほら道明寺司が牧野に携帯渡すじゃん。で、俺様って出てくるみたいな、着信名が。がやりたくて、俺のアドレス、俺様なんだよ。別昔から。で、いまだに、いまだにアカウント名も俺様なんだ。そう、俺様なんだ。そう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 。あ、さあ、というわけで、走行してる間に。え、もう到着しましたか。あ、いるよ。あ、本当だ、ケンシがいる、ケンシがいるじゃん。剣道少年発見。チャリで、チャリだよ。懐かしい感じ。いや、なんか今までのロケで一番ちょっと楽しみ。あ、ほんと、うん、おい、今までのロケを否定する。違う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 。より一層だってもう自転車に来てるよ、かわいいよ。バリバリ剣道マスターじゃない感じがいいよね、また。そうね、強豪系じゃないと。ほら、あの子を捕まえてちょっとなんかインタビューしますか。うわ、みんなもうめっちゃ可愛い。うわ、待ってる待ってるじゃん。ちなみに今日全部で70人くらいいるみたいな。あー、うわ、いっぱいいるな。あー、すげえね。はい、なんかもうあのちっちゃい子がさ、大きい棒持ってるんだけど、もうなんかおんってなるからな。え、あー、ちっちゃいのにね。もう、たまりませんね。俺、見たことないこのテンションなんて。やばい、やばい、今まででね。もう本当にちっちゃく好きなんだ。なんか保育園のお手伝いとかしてたりなんかで。あー、なるほどね。そう、最高。ベッドかけて歩いてる。そうだ、そうだ。おはようございます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 。剣道まっしぐらでございます。剣道まっしぐらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だから元気だ。大学の先輩みたい。大学の先輩。あ、太田先輩。よかったな、フェイクじゃなくて。青学の先輩。青学の先輩。あの熊さんみたいな先輩です。熊さんみたいな先輩でいきました。強く否定できないところから積極的に肯定せないかん。Yeah!
一緒に稽古、それからですね、途中交流の時間、半日ほど過ごさせていただきたいということで、企画を組みました。簡単にだけもう一度経緯をお話ししております。今回の剣道マシクラという YouTube チャンネルでですね、子供たちと一緒に、剣道一緒にやろうという企画に、公募がありまして、先生の方でどうかな、足んないだろうなと思いながらですね、応募したところ、なんと来てくださったということでございます。今日はね、十分みんなで楽しんで有意義な時間を過ごしたいと思います。それじゃあ、3名さんの方から一言ずつご挨拶いただいた後、佐藤会長の方から歓迎のご挨拶をいただくということでいきたいと思います。それじゃあ、小林先生の方から、はい、おはようございます。おはようございます。剣道まっしぐらでございます。よろしくお願いいたします。はい、今までですね、剣友会、こういう道場で、稽古をね、参加したことがなくてですね、我々、めちゃめちゃ楽しみにしておりまして、私はほとんど寝てません。はい、寝てなかったんですよ、楽しみすぎて。だから、お手柔らかにお願いいたします。で、先ほど正面に入れって言った時にこちら歓迎、剣のまっしぐら、めちゃめちゃ、嬉しいです。はい、剣のまっしぐらに礼をしたなってちょっと思ったりとかもしつつ、はい、この後もね、交流でマジック等々やらさせていただきますので、本日は最後まで、楽しく、そして剣道を厳しく、やっていけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。元気だな。兄弟コンビまんざらでもねーのお兄ちゃんの方です。よろしくお願いします。今が間があったのは、あ、こっちがお兄ちゃんなんだっていう疑問が。そうなんだ、俺がお兄ちゃんです、すいません。ありがとうございます。眠いやついるか。お、いねえか。ね、みんな今日はね、楽しく剣道ができたらいいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。剣道まっしぐらの佐藤あかりです。先生方、保護者の皆様、今日は剣道まっしぐらに応募してくださって本当にありがとうございました。私たちも普段子どもの生徒の皆さんと交流する機会がなかなかないので、本当に今日がとっても楽しみでワクワクしてきました。稽古に一緒に参加させていただくので、私たちも一生懸命全力でやりますので、子どもの皆さんも全力でぶつかってきて、何でも聞きたいことがあったら聞いて、お互い楽しい時間を過ごせたらなと思っております。今日は本当によろしくお願いします。はい、お兄ちゃん。で、佐藤さんの方は、はい、あの先生、はい、怖いですから。怖い人。めっちゃ怖い。怖い人得意じゃん。もう、ほらほら、もうすでにほら、怖い感じ。やっぱり変わりますか。ここで、あそこ、あの先生。はい、わかりました。で、あの辺でですね、ちりかい。佐藤先生、もう一人、一番奥ですか。佐藤先生の奥にですね、はい、あ、今グレーの、ですか、うん、押し入れの前にいらっしゃる先生、あ、はいはい、あそこについて、まあ、一緒にやっていただく、かしこまりました。じゃあそれぞれ
お兄ちゃん大丈夫です。お兄ちゃん大丈夫ですか。お兄ちゃん大丈夫なんですけど、はい、ちゃんと紹介しておかないとしまう。ああ、はい、じゃあ、はい、下がってください。じゃあ、下がってください。じゃあ下でここを一緒に見ていただくと、よろしくお願いします。はい、じゃあ最初からはい、お願いします。翔平、はい、これね、はい、10分ぐらいしかやりませんから。あ、本当ですか。打ち込み、その後面つけて、あ、一緒に打ち込み、ちょっとあのマシン使ったり、はいはい、もしあれだったら目安をつけてもらって打ち込ませていただいて、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあ1、2、何、はい、1、2、何、はい、ちょっと今足鳴らしが少し、上手。年中さんです。年中、年中は 5歳ですかね。5歳だ。ここか。で切ればいいんだ。まっすぐだ、まっすぐ。まっすぐ、まっすぐだ。よく見てください。よく見て、まっすぐだ、まっすぐ。1組とか3人1組でどん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 動いてもらっているので、はい、まあ、僕らが横について同じやってもこっちの方が練度が低いんですね。はい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 、練度が低いので、例えば先生の指導でこうやってやれって言ってるのにうまくいってないとか、はい、形できてないとかっていうのがあれば、まあ、あの声をかけたり、はい、でその時ああやれこうやれって言っても本人たちに分からない、はいはい、できてないことが分かってないので、はい、まあ、ちょっとガイドしてあげる、はい、今どうなってたっけとか、はいはいはい、テーマの中って言われてたけどどうなる、どうなってるとかっていう、はいはい、とか本人に気づかせるようにして、もうなるだけ、はい、今でもこうやって打ってますけど、はい、足がちゃんと動いてなければ、はい、あの今足の歩幅どうなってるっけ、はい、なんていう話をしてあげながら、はいはいはい、まあ、本人になるだけ気づかせる、はい、指導者側に立つということですか。そう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 、なかなかハードルが高いですが、はい、大丈夫、後であの汗かいてもらいます。あ、分かりました。で、分からないことだったら聞いてください。はい、分かりました。分かりました、よろしくお願いします。ということで僕は指導者という立場でねやらさせていただきますので頑張っていきます。自分の気持ち高まらないよ、ね、誰よりも一番気合い出すんだよ、圧倒する、お腹から、いやーじゃなくて、いやーお腹から、ねーねー、はい、気合い出して、はい、結構しっかり怒っててびっくりした。でもみんな声が注意されて一気にギャーってやっぱ分かるの、ね、こういう頃からあかりちゃんやってました。やってました。懐かしい感じ。懐かしい。
頑張れ。どんどん頑張れ。注意してください。あ、はい。この子もね、足がちょっといまいち、左足が開いたり、こうじゃないよ。足はこうじゃないよ。常に意識しながらね。頑張ってね。声出るようになってるね、でも。結構子供に、なんだろう、こう一生懸命やってる子供に声かけるのって結構なんかこう想像してたよりも難しいです。なんかこう いいですね。はい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 。1声出してね。2、3、4、4回。はい、1、2、3、そう、4、4。後ろ後ろ、前前、後ろ後ろ、前前、後ろ後ろ、はい、1、2、はいはいはい、はい、よいしょ、前前、後ろ後ろ、前前、後ろ後ろ、じゃあ飛び越えて、私もやっていいですか？一緒にやりますか？じゃあ今度は、じゃあちょっと見ててください、ね。はい。次やりますなるほど。はい。はい。はい、2、はい。はい、びっくりしてます今。ちょっと疲れる。はい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 。よいしょ。はい、じゃあこの次は、はい、ボーグ外した方がいいです。ボーグ外しますか。まさかの。大人の方が地味にきつい。普通の体力づき。今ね、僕びっくりしてます。ちょっとね、ジャンプってこんなにきついんだって思いました。はい、じゃあ行きます。腕立てを10回です。はい、ます。腕立て。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、
ハラハラやりたい。 1kg